浜田玄達浜田玄達浜田玄達から1915年2月16日は日本の産婦人会。1888年プロイセン王国ベルリン市にて日本人留学生と。前列左より川本重次郎、山根正嗣、田口和美、片山国吉美、石黒忠則、熊川宗夫小沢朱一。中列左から森林太郎、竹島務。 中浜東一郎、助方、千倉、島田竹次、谷口健、瀬川正俊、北里柴三郎、江口城。後列左から浜田、加藤昭マロ、北川お辻郎、熊本藩出身。宇都郡里浦村に生まれる。古城医学所でマンスフェルトに指示した後、大学登校を経て、1880年に東京大学医学部を卒業。同年、 熊本医学校教頭、病院御用係となり、病院長、校長を歴任した。1884年から1888年までドイツに留学し、シュトラスブルク大学とミュンヘン大学で学んだ。東京帝国大学医科大学教授に就任し、第一委員参加婦人科教室主任となり、サンバ養成所を設置した。百九十一年に医学博士の学位を得た。 1896年から医科大学長を務めた。1900年に退官し、東京産科婦人科病院を創設して院長に就任した。1903年に宮内省御用係となり、1914年に東京帝国大学名誉教授の称号を得た。熊本県金大文化功労者。ありがとうございます。